ですね。今日は M ステだ。おはよう。晴れとる。晴れとる？おはよう。台風来てるから気をつけて。ね。ありがとうございます。おはよう。ありがとうございます。最強アニメスペシャル。コラボさん何言ったんだろう。そうなんよ。はいよ。いや眠くない。なんか乾燥してる目が。はいよ。アニソンなんだ。ありがとうございます。ん？はいよ。どうも好きです。ありがとう。オンライン決済完了。もよ。失礼します。カシルバ大好きね。私もまだ食べてない。おはよう。食べたい。おはようございます。近い？そう、ドラッグストアに来た。おお、ドラッグストア。カジルバター、濃厚で美味しかった。いいなあ。 B で感謝を取ります。あ、ツーショット。朝からアイスってどう？最高。え、めっちゃ美味しいですよ。カシルバターアイス。はいよ。プラメの合体シーツそんなあるんですか？あれは知ってる。サイダー。はよー。朝からコーラいける。シマウマ見かけなくなったらから、今パリパリサンド。うん、あれもでもなんかシマウマと似てるみたいな見たよ。カシルバター味って美味しいの。美味しい。凍らせたバター味な。凍らせたバター味というか、なんか冷たいバター味みたいな感じかな。
そんなに世界に新しいものがあるなんて。大体同じことで草。違う、凍らせた。だって水で考えたら、凍らせた水は氷だけど、冷たい水は冷水じゃないですか。なかなか違い。カシルバターのお菓子的なの。なんかあれやってましたね、クッキーみたいな。はいよ。雪見大福のショコラ味、濃厚そう。はいよ。そういえば今日サンドイッチ選ぶ夢見た。はよ。なんか食べたかったんですけど、でもめっちゃお腹空いてて、なんかめちゃめちゃお腹が空いてて、フルーツサンド食べたいけど、なんか体的にはなんかご飯系のサンドイッチを欲してて、でなんかそのなんかの差し入れでいただいてたやつで、どうしようみたいな、どっちにしよう悩んでる。そうそうそう。感じでした。あ、明日乗るときに行きたい駅、本舗本通りに開店楽しみね。あのクレアーズのところでしょ。ところらへん、めっちゃ嬉しい。ねえ、楽しみ。あそこのお芋のたい焼きめっちゃ美味しいもんね。はいよ。明日のスタジオ楽しみ。お、ありがとうございます。はいよ。確かに謎のポーズの餅入りのたい焼き食べたことないかも。
吉が私が大阪戻ったら広島にできるなんてと嘆いてました。玉吉どこでお話ししてるの？たい焼き屋さんがね。でもチェーン店ですよね、あれも。広島にできるんですよ、本通りっていう。もう一番広島人が遊びに行く場所に。広島の渋谷。はいよ。では、ハブナイス週末。ナイス週末。はいよ。あそこのたい焼き、結構何回も食べたことあるんですけど、美味しいです。ねえ、めっちゃ好き。うん、はいよ。全国にあるんだね。うん、わかんない。東京にあるのは知ってます。たい焼きは中身何？そうね、自分が食べてたのは芋。鳴門金時の芋あんみたいな。で、麺。マイキューでシェイプシャック声かわんやろ。来てくれたら最高だけど。でもこれものによってはあれなのかな、ずれてるのかな。目にかかってないところもあるのかな。うちのレストランの和牛バーガー美味しそう。アボカドベーコンチキンビビでした。いいなぁ。ちょっと声を変える元気はない。じゃない。来た。はいよ。今日も朝から
張ろう。頑張っていこう。やりたいことが多すぎて、なんかさ、宿毛矯正かさ、髪質改善かなんかに行きたいんですけど、でもさ、そういうのって次の日縛ったりしたらさ、ダメなとことかさ、よくあるから、そしたら明日もうストレートしか無理になるでしょ。それはちょっとだなって思っていけないんですよね。まあそれがないところもあるかもしれんけど、お金を貯めて行ってみたいなドリームなんだよ。うん、迷う。よし、今日も実りのある一日にしましょう。頑張ろうぞ。それでは、ラジオを呼んでいきたいと思います。13位イシケンマシンギさん、12位ソリオさん、11位ママルンさん、10位キョンシーさん、9位デブニアさん、8位長谷川さん、7位空白さん、6位アマズさん、5位ジュノーラニカウェグレさん、4位坪井ゆうすけさん、3位セディアさん、2位ダンディさん、そして1位はルルルルルンジュン、ナラハさんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルンジュン、ジョビさんでした。ありがとう。昨日はちょっと反省する点もたくさんある一日だったので、今日はもっと頑張りたいと思います。皆さんもぜひ一緒に頑張りましょう。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ。せーの。